はい、皆さんこんにちは、Aトラベルです。さあ今回はですね、引き続きましてペルーマップの方で遊んでいきます。で、荷物はですね、まあこれまた箱車なんですけど、粉ミルクですね、重量は18トンほどあります。こちらをペルーのアリカートっていうところから、ペルーのプートゥーパータですね、プートゥーパタ、距離はおよそ209キロありますね。こちらを今回はこちらのスカニアですね、スカニアにごっついタイヤをはめてます。かっこいいですね。こちらでね、ペルーマップで遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、エンジンかけます。はい、じゃあギア入れてサイド落として、はい、やっていきます。右方向です。今日は結構ごっついタイヤ履いてみたけども、まあまあ舗装がしてある2車線ちょっと通常っぽい感じですけどね。タイヤでかい。さあ今回はどんな道が待ってるんですかね。ペルーマップですからね、あんまり期待は裏切らないと思うんですけど、結構ねこうマップを見てるうちに、そのぐねぐね道ばっかりでもないんやなってね思って、ちょっと今回はねちょっと緩めな道を選んでみたんですよ。なので距離もね一応200キロちょっと超えるぐらいなんですけど、これすごいな、ここいい。結構これ本当にずっとセンターラインがある時点でちょっとね不思議なんですけど、あ、ちょっとナビがぐねってきたな。それでもずっとこんな山道なんかな。さあ抜けるか。上りか、また タイヤなんでね、普通のこのオンロードってどうなんでしょう逆に滑ったりしてグリップ力は下がりますもんね。逆にさあこれも抜きたいぞ。これは対向車に倒れ、助けてよしよしよし、
これはかなりのオンロードですね、今日は。このタイヤは何状態ですね、また。落ち着くところはスカニアかな。それを言っちゃ終わりやな。でもあれかっこいいですよね、アーミーオフロードトラック。本当言うとね、あれ続けてやりたいぐらいなんですけど、さすがに皆さんね、飽きるかなと思って。忘れた頃にまた出てきますからね、きっと。たまにやるとこれやもんな。あー、すいません。飛ばしすぎた。あー、こけるもんな。かっこいい。つけなければまたこけますからね。急に守りすぎ。きついもんこれ、結構。今回はこんな感じなんですかね。道が全然細くならんけど。ずーっと2車線やったら、だいぶペルーマップの割には一番緩い感じな道になっちゃいますね。まあね、こういう道もないとな。本当に国道ばっかりで200キロぐらい走っとったらね、ほんと疲れますからね。あっ、おお、今すごいことになったな。タイヤ太。すごい左カーブの時、あ、違う違う、右カーブの時すごい倒れる気がしてしゃあない。トラウマになっちゃった。よっしゃ、下り。
なんかこれ1.37になってね、こうよく走ってる最中でこうエアーがプシュープシューとか言うじゃないですか、トラックって。その音がね、バージョン1.37になってからすごい鼻をすするような音になってたんですよね。鼻をね、すするような音になったから、もうそれもあんまりかっこよくないんですよね。ね、今の音とか、ほんと鼻すすってるみたいな。ほほほほほほほ。さあ抜きたい。よし。この道もまあまあ峠なんですね。これカット美号やったら面白いかな、また。何これ？適切なルートが見つかりませんので、元のルートを表示します。事故っぽいけど、バスとかトラックがぐちゃぐちゃになってる、すごいことになってる。どういう事故や。おお、結構降ってきた。
雨の音も相当大きいな。トゥ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 パータ着いたな。右方向です。左方向ってどういうこと？目的地周辺です。あれか、します。はいはい、ニュートラル、サイドブレーキ、ワイパーのオフ、ライトも1個だけ消す。はい、エンジン消します。トン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 、はい、外行きますね。おう、はい、ということで今回はですね、このスカニアオフロードタイヤトラックでペルーマップを走ってきました。で、荷物の方は粉ミルクですね。重量は18トンほどあります。こちらをペルーのアリカートっていうところから、同じくペルーのプートゥーパータっていうところまでですね。距離はおおよそ209キロでしたね。まあ、今回ちょっとね、その配達する時のマップがそんなにぐちゃぐちゃじゃなかったんで、一応もう200キロ超えた距離を走ってきたんですけど、やっぱちょうど良かったですね。そんなもんやったですね。今までのグネグネやったらもう100キロぐらいでちょうど良かったんですけど、今回はまあまあ飛ばせたんでね、まあ良かったと思います。でもこのタイヤ履いてまで走るような道じゃ全然なかったですね。普段のグリップタイヤの方が良かったっす。ということで、またこのタイヤに見合ったとこね、見つけてやっていきたいと思いますんで、また遊びに来てくださいね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価のほどいただけますと大変嬉しく思います。はい、それでは皆さん、ぜひまた遊びに来てくださいね。どうもありがとうございました。またねー。